操縦コンにとって最高のモンスターじゃないですか、ムフェト君。わら。え、でも現状その毒が明確になってなかったじゃん。効くか効かないかって。まあ、効いてるとは思ったけど、なんか効果が薄いって自分言ったじゃん、ずっと。それがこれで証明された。ありがとうございました。12周解除一旦抜けさせていただきました。お世話になりました。ありがとう。27さん、生命保険つけました。18部屋、秋に、部屋15に、流れ的にはどんな感じでしょうか。エリア3まで行って、また毒ダメージだけ。で、またループする感じ。で、毒ダメージ強化がついてない人は、こう、殴んない。ーーター取るため毒投げないで。そうしないと、合計ダメージがわかんない。楽しいモンスですね。手順を読みました。参加してもいいですか。まさにですよ。全然いいですよ。強化装備組み直してきます。部屋に退出しました。ありがとうございました。18分くらい安全に回で感動してる。はい、ああ、行きなさい、ありがとう。これが有効になれば、1周目も早くなるんだよ、みんな。14抜けました。お疲れ様です。1周目16っていうのは討伐乗っちゃったぜ。こんばんは、27お邪魔します、エウクリッド。ついに最下層だ。毒状態確認したら戻るね。11いっぱいでした。11いっぱい、どっか空いてる。ちょっとグリさんを招待してあげて。部屋と4人、流風機からの効果を知らない人が多くて意外だった。毒を邪魔します。いや、流風知らない人多いよ。だってあんなに相撲来るけども。毒ダメージ強化が入ってない人は、とても良いですね。やらないでね。部屋7、急に人減って4人になりました。なら買い足しよう。ありがとうございました。ね、そもそもね、自由な武器でっていうのができる。仕事終わって理想系になる。何やら検証に動き。ただ、破壊がちょっと辛くなるね。状態異常とか属性の副次効果知ってる人少なかったりするからね。検証がね、はい。素晴らしい検証が。ありがとうございました。討伐全部破壊です。討伐一周破壊、すごい。ちょっと待って、毒のさ、毒のダメージって、何秒だっけ正確な値。ちょっと見てくるか。自分のサイトを見に行ってくる。27ヘアアキさん。通常、キラキ6、3落ち申し訳ないです。通常は何秒だっけ。最終的には時間と達成度の勝負になりそうですね。そうだね。ただ、安定して周回できるのでかいな。まさか自分の動画見に行くとは。また装備作ります。あやまさん、はい。なんかキャンプでずっとジーブアに吠えられるんだが、最高で。2分か。時間足りるかな。通常1分でやったやつが2分だから、毒入れてから2分ってのを覚えておこう、みんな。24部屋お邪魔します。ハンターネームアルトリアです。通常は1分。22抜けます。それが2分になる。ありがとうございました。いや、こういう時に過去の検証がドラッグだ。27入りました。今1回目。お疲れ様でした。16抜けます。ありがとうございました。4回で足りないとなると、5回くらいなんですか、ね、みんな入る準備は OK か？アイテム持った。27入りました。シスルです。よし、みんな入ろうか。行こうか。15抜けます。ありがとうございました。はい、ごさんおさました。クロブさんもおさました。アールさんもおさました。高速連打されて高速プレイの末にビーム撃たれて死んだ。わら。2周目ってエネルギー残ってても爆破の方がいいですか？ネオジウム鉱石をゲットした。エネルギー残ってても。27いやー、残ってても。9番復帰しました。1周目2周目はそんなに気にしなくていいと思うよ。3周目に、その地脈を早く吸い取らせるために、やりたいだけだから。100入った。お、アボさんいいぞ。27メートルあっさ入ります。13分50だから11分50で入る。11分50。まあ、2回目。ネクスト注入、OK。アイテム所持 OK。13部屋お邪魔します。ハンターネームゲゲオです。毒ダメージ強化もしっかりみんな入ってる。2.00 いい感じですね。ね、いいでしょう。15、16で安定していました。おいじゃん、いいじゃん。やっぱね、部屋の人数が12、16いると、15、16になると思う。他のところが破壊できなくても。アイラさん、お疲れ様でした。27、1です。
27が1人入れる。すでにバージョン 3.0 の香り。香りする。香りするけど、どの部位をしっかり破壊するって進むの難しいな。24が3人入れるって。部屋7解体でお願いします。部屋7解体、はい、ありがとうございます。シリーズスキルと普通のスキルともに入れてます。入れなかったので24に2人入ります。部屋1、2。はい、どうぞ。猫さんどうぞ。1部屋入ります。ハンターネームささみ。今日は配信しないので、少しだけ参加します。お子さんどうぞ。15部屋。271お願いします。ちなみに、おすすめは今日別の方もね、配信してる。30番の部屋が、1入りました。別の方が配信して、今乗っけてあげてる。みんな、準備はいいか？今後は毒煙&破壊王必須。流風力があるともっと早いよってなりそうですね。9番入れますか？そうね、そもそもね。お願いします。下手したら16分周回で来ると、その、1討伐ができるかもしれない。みんな、1討伐。安定1討伐。V 破壊はそこまでできるか分かんないけど、現実的な1討伐が、これ、竜の質怖いな。戻る玉早い。あ、そっか。あのタイミングで戻れば戻れるんだ。ありがとうございました。なるほどね。毒そうやって、戻る玉はありだね。紳士すいません。最終エリア枯渇待ちで殴ってたらドクロに討伐しちゃうので、期間、いかなく、15-6です。安定と枯渇待ちで、そうだよね、枯渇はもうしてるから関係ないでしょ。ケロさん、お疲れ様です。そう、討伐はしたら困るから戻ろう。部屋で救難参加は何がしたいかわからんな。即帰しよう。水霊ライトなしで安定1討伐できたらすごい。ありえるありえる。安定ありよ。次が、11分30秒だから、9分30。9分30。ちょっと、戻り玉も準備しとこう。戻り玉を常に使える状態に。最終エリア入場から毒入れなきゃやった。皆さんすいません。うちのサークルは火力だけで初日1ターン討伐したな。まあ、火力あればいけると思うよ。それはいけると思う。だって初日からプロ班の方々、部屋7、11みんな飛ばしてたしね。部屋6現在15なです。みんな戻り玉準備しとこうね。親方部屋もすでに解体されてました。親方も、はい。13もないな。誰も報告ないし。現在10人、まだまだやる気のあるハンターさん求人募集です。我こそはという、いか役。部屋7、17。親方。みんな解体する場合は絶対連絡ちょうだいね。放送終了後めんどくさいんで。部屋70、7番解体する？解体してみんなのとこ行かない？部屋28ハンターネーム M4 ビッチャン抜けます。お疲れ様でした。部屋7、お疲れ様でした。部屋7、10名でしょ。27部屋を邪魔します。解体してんじゃない？石ころがない。ヒサラダ打ってくんだよ。あ、まだ投げて中100入ってる。まだ入ったね。多分数秒で切れると思う。切れた。さっき入って4人だったんですけど、なんででしょうか？4人というと15-4です。頼む、ひさらつくねよ。いつも動画を見て集会の参考にさせてもらってます。配信は初見です。あーしさん、こんばんは。はじめます。いじすいじすよ。入ろう。クエスト言ってる人いるんですよね。それ終わってからでもいいですか？クロさん、いいよ。24-1です。24があと1人欲しい。じゃあ、なんだっけ、何番手だっけ。2周目が終わったら、解体部屋また後で教えて。これ今4回目。多分途中でドクロが発生するはず。ハンターネームスカーレットです。8分50だから6分50。部屋127人しかいませんが、解体しますか？とりあえず部屋7解体。部屋127。12解体しよう。12解体で。落ちました。
28に。12解体で。大霊脈部屋現在空きありますか？大霊脈まだ回ってると思うよ。潜在いてると思う。了解です。あ、みんな見た。15入りますラウラです。読んで。見ました。落ちてないですよ。1万ぐらいでドクロ出た。お邪魔します。ハンターネームうさまる。みんな。部屋7、青緑抜けます。お疲れ様でした。これ来たんじゃないの？大霊脈部屋ジューナです。1万でちょうどか、多分出たのか。見ました。キャンプで滅びる姿が見れるんじゃないのこれ。6分50で入る。やるじゃん。大霊脈を邪魔します。下手したら石ころで討伐できるかもしれない。毒煙玉で削って1で終わるかもしれない。ちょっと入ったら自分石ころを投げた瞬間、毒投げるね。みんなは毒どんどん投げて。すごい。で、戻り玉常に準備して。ムスカナミカン、戻り玉常に準備。よし。あと、余裕を持って15秒ぐらい待とう。石を舐めるな。よし、行くか。さあ、どうなるか。戻り玉の準備してね。ハンターネーム、ひさらきたら死ぬから、ね。石ころ死なない。26抜けました。ありがとうございました。4ぐらいです。ダーズ1人です。いや、死ぬ怖い。26抜けます。お疲れ様でした。ここ一番重要だからな。このガスも怖い。ガス当てたくない。ピッチャー、紳士。今更かもしれませんが、ムペトの体力の使用って、気脈のエネルギー本体体力で、いかやく。ちょっと待って。今ちょっと集中して、一番重要なところちょっと待って。入った。戻る。30抜けます、お疲れ様でした。5番1名焼きさあ、頼む。ここでよ。17装備調整で抜けます、オツでした。ここ重要。救難参加されてるハンターは、部屋主が退出措置を取っていただいて問題ございません。ちょ、パンさんが。パンさんないのかな？パンさん死亡してもいいや。死亡してもいいから戻ろう。まで万能なかったらキックしますご了承ください。20番、秋美です。5回目途中でぽっくり行かないかな。7番入りました。20秋美。アラさん、そう。これが前さ、自分がエリアにて鉄鋼リュウダンひたすら、その、ダウンとか取ってて、殺せないっていう話したじゃん。そういうことよ。要は、はめてると、致命エネルギーが吸ってくんなくて、最後のダメージが。ヘイシュリー。これはあるよ。今4回目。16000。次は3分50で入るんで、4分だったらちょっとアイテム処理するか。パパパンさん。サークルミロ部屋に伝ってた。え？20番のロビー、抜けますよ。今作ってさ、毒でモンスター滅びない。気脈空っぽになってからははめてもいいということか。そうか、そういうこと。だから自分さ、地脈のエネルギーの後にスタン狙ってくださいとか言ってるじゃん。戻ってきました。全部の辻褄がここで合うわけよ、みんな。19-1。1残るか。一応毒煙玉持って石ころで死亡するか、確認するか。ちょっとみんな待ってね。あと30秒。30秒で。お気に入りありがとう。情報ありがとう。さあ、緊張の瞬間。入って石ころで滅びた。ねえ、ついさんね。ちょっとみんな石ころ投げさせてね。空気読んでね。よし。ちょっと待って。19秋に。よし、行こうか。戻り玉の準備をしてね。戻り玉の準備をして。ワールドの頃に毒で1まで削ってモーションでとどめさす動画ありましたね。石ころああ、やっぱあるんだ。お疲れ様です。フリピンのソロでチャレンジしてたらネギで時間切れ。行ってこい。20に入ります。自殺です。死なない。死なない。死なないだと。指紋字12部屋解体で20入ります。なんてこった。コメントです。よろしくお願いいたします。ドクロ幕出るの早いのかなんじゃ。今度は石ころ討伐？地球式か何かかな。やはり毒なのか？頼む、毒入ってくれ。まだ上限じゃないだろう。お前の力はそんなもんじゃないだろう。よし、いいぞ。
いいぞ。ちょっと待って、危ない危ない。みんな戻れる。間に合ってくれ。頼む、生き残ってくれ。二人、よし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 。普通のモンスターも、毒投げとけば討伐楽になるんやね。そうだよ、毒ね。効果は薄いけど。一人犠牲となった方が。17抜けます。ありがとうございました。ドクロマークって残存体力の何以下でしたっけ？コッパ、わら。5回目。7部屋抜けました。お疲れ様でした。ちょっと部屋番号関係みんなメモといて、ちょっと今緊張の瞬間だから。いやー、これはどうなんだ？ドクロマークが残りいくつかっていうのも参考になるから、これはでかいよ。再びこんばんは。3人入れるとこありますか？3人空いてるとこあるかな？こんばんは。夕方の導き部屋終わって気づいたら今まで爆睡してました。あ、リサ、おはよう。複数人入るとこある。10人ぐらいのところ。28、1チームだけいけてませんね。マイナス447初めて見たわ、草。ああ、確かに。頑張れ。447すごいね。状態異常の効果が高めなのがよく作用してるんですね。17、2人、フィニッシュ。レイチェルさん、わらわら。そしたら、1分になったら入るから、みんな爆弾持っといて、爆弾。石ころで終わんなかったら爆弾やってみよう。そうだね。動画上げてから報告したい。ネタを提供したい。クエストのほとんどでマップ見てるのは草。1分になったら入るんで、みんな毒、自分が石ころ1で終わんなかったら毒、あの爆弾投げてほしい。ちょっと爆弾処理しよう。もう毒は効かないからね。効かないというか、時間ないから。3人です。こんばんは。新しい動画拝見しました。爆弾。あゆこさんこんばんは。どうも。バージョン3ができそうだけどね。ムペトだけ、あとは本人の体力だけだよ、ドクロ、とか。まだ入んないよ。1分になったら入る。よし、行こう。みんな行こう。さ、一番最初に入らせて。爆弾準備して。雫もう仕方ない。ここで雫打たれたら、どうも。頼む、死んでくれ。死ぬない。どういう。とりあえず部屋7抜けます。頼む、滅んでくれ。滅ばない。どういう、あ。やったぜ。17秋さんです。やったぜ、みんな。マジか。金差し、こう。2万プラス、2万プラスちょっとってことか。滅びのバーストストリーム、194。やったぜ。やったぜ。歴史的瞬間。やったぜ。やったぜ。さあ、それは、26番のゲートです。来たー。やったぜ。エリアさん、武器使わずに倒してみた。爆弾4個で死んだ。わら、こんばんは、織田仏だな。ジオニウムアザス。これは来たわ。やったぜ。パチパチパチ、やったぜ。投稿者、変態検証進士。はい。やりました。これでチラトルニーさんと仲くなれる。2万にガス爆発の線が入って、爆弾が4個かな。ついにやり遂げた。5番抜けます。お疲れ様でした。神回決定。歴史が変わった瞬間である。ムフェト、ゲゼヌ、やったぜ。すごい。ほーん。